ゆうと、ママ、ゆうと、ご案内いたします。この飛行機はただいまからおよそ15分で着陸いたします。シートベルトをしっかりとお締めください。なお化粧室の使用はお控えください。これから先飛行機をお降りになるまでの間、それがうまくいってんじゃないですか。ただいま。お先輩、おかえりなさい。はい、おかえり。どうだ、変わりないか。ええ、こっちは。おで、先輩、フランスで何の仕事してたんです？2週間も。国際食品見本市。いや、うちの商品好評だったよ。イワシハンバーグですか？そうはあ、でもバリバリ仕事してる先輩やっぱ輝いてますね。生き生きしてるもんね。えタミちゃん。あ、タミちゃん、俺も同じの。どうしたの？怒ってるんですよ、先輩のことを。言うと奥さんのところに返したでしょ。だから子供より仕事取ったんだって。あ、先輩、あのお土産は？俺すっげえ楽しみにしてたんだけど。おう、これ、トリュフを掘る有名な豚。一人寝は寂しいだろう。これ抱いて寝ろな。自分だって一人なのくせに。っていうか先輩、お土産のセンスないでしょ。タミちゃん、どれ？タミちゃんにも買ってきたから。はい、ほらやっぱりない。ひどい、中学生のセンスですよこれ。里美さんの強い希望で今日家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしてきました。近いうちに呼び出しがあると思います。ゆうと、お土産？あ、これほら、フランスの電車ユーロスターって言うんだよ。すげえだろ。すげえだろう。ゆうと、パパ、これからさ、新しいおもちゃ買いに行こうか。何にしよう。今日はゆうとの好きなクリームシチューよ。お腹すいたでしょ。保育園楽しかった？そうだ、今度の日曜日動物園行こうか。
とも鉄道博物館がいいかな。また来ちゃった。また来ちゃった。佐伯さんってあれですよね、あの幼稚園でボランティアしてる。会ったことあるの？ええ、何度か。そういえばこの前の歌舞伎町のキャバクラで見ました。キャバクラ？ええ、なんかね一人でおっかない顔してるからすげえ目立つんですよ。あれ間違いなく佐伯さんです。まさか。本当ですって。あ、その若い女の子って店の子じゃないです？お持ち帰りしちゃったとか。ありえねえだろう、だって佐伯さんだぞ。わかんないですよ、男は一皮むけばみんな獣ですからね。コーヒーお願いします。遅くなってごめん。離婚訴訟の裁判が長引いちゃって。離婚訴訟？もうほんとドロドロ。もう愛し合って結婚したとは思えない。あ、ごめん。裁判になると大変なのね。そうよ、大変なの。夫婦が別れるってエネルギーがいるのよね。それで明日の調停出席できるわよね？休みを取ったわ。調停では何て言えばいいの？あ、その前に一つだけ確認しておきたいことがあるの。何？いつかホテルで会った人、里美の会社の。同じ事務所の宿本くん。宿本くん？うん。本当にあの人とは何もないのね？ないわよ。信じていいのね？もちろん。もし裁判になって途中で彼と里美が深い関係だって明らかにされたら、裁判官の心証を著しく害する。場合によっては負けるかもしれないのよ。大丈夫よ。それじゃ打ち合わせしましょう。あ、報告書です。はい、上川です。弁護士の小場です。なんとかお電話したんですが。あ、すいません、ちょっと急な仕事で海外だったんで。そうでしたか。はい。明日の調停のことは分かってます。あの、はい、ちょっとお会いできませんか？でもいいですかね、こんな形で俺と会って。しかも明日調停ですよ。今日は弁護士として来てるんじゃないの。里美の友人として来てるの。そんな勝手に使い分けないでくださいよ。タミちゃん、タミちゃん、おかわり。陽平ちゃんおかわりね。まだ怒ってんのかよ。ごめんね。いいよ。どうしてもあなたに聞きたいことがあって。なんで優斗くん里美に返したんですか？あんなに頑張ってたのに。お弁当作ったり、バザーの院長やったり、よしハンバーグ売って、それなのになんで諦めちゃったのかなって。いや、俺は諦めたわけじゃないですよ。じゃあどうして？やっぱり仕事が大事だったから。優斗より大事なものなんかあるわけないじゃないですか。今の優斗には母親が必要なんですよ。俺じゃダメなんです。これは理屈じゃなくて。小林さん、これだけは分かっててもらいたいんですけど、俺は諦めたわけじゃないですから。必ず優斗と一緒に暮らす。いや、家族3人で暮らしますよ。そう。はい。冷えてきたね、タミちゃん。熱かんちょうだい。あいよ。
私これで。あ、いや、あの、お邪魔でしたら僕あれしますんで。いいんです。あなたの気持ちはよくわかりました。失礼します。何の話です？え、いや別に。これ私のサービス。あれ、どうしたのタミちゃん。そう、あ、これハンカチ行っちゃったか。あ、そう、着くの。はい。ちょっとさ、お前に頼みがあるんだよ。うわ、ピカピカ。いや、しかし先輩いつも部屋綺麗にしてますね。俺んところが全然ぐっちゃぐちゃで。まあなあ。で、頼みって何です？いや、俺さ、土産ってすぐに渡さないと気が済まないんだよ。いや、これもついでに、やっぱりちょっと里見に渡しといてくれ。何です？これユトのおもちゃ。自分で言ったらいいじゃないですか。いや、明日離婚調停だからさ、さすがに会うわけに。頼むよな。へえ。仕事終わってからでいいから。はい。上川さん、どうぞ。はい。帰りは毎日深夜の2時3時でした。朝も早くて7時には家を出ていましたから、夫婦の会話はほとんどありませんでした。会話らしい会話は子供が生まれてからはほとんどなかったと思います。あの頃の私には一日何時間あっても足りない状態でしたから、妻との会話はそれなりにしていたつもりです。でも十分ではなかったと思います。あの人は変わらないと思います。何でも自分で決めないと気が済まない性格なんです。家を買う時も仕事を変える時も大事なことは全て自分で決めてしまって、私には一言の相談もありませんでした。依頼人は離婚を強く希望しております。僕が一人で決断してきたことは、みんな妻や子供のためを思ってしてきたことです。離婚のことは全く考えていません。子供のためにももう一度妻とやり直しをしたいんです。双方の言い分は大きく食い違っているようですね。改めてもう一度おいでいただくことになります。よろしいですね？はい。とは元気か？ええ。あのさ、やめて。俺じゃない、お前じゃないか。じゃあ何なの？何なの？関係ないっつってんだろ。やめて、やめて、助けて。俺は絶対許さねえからな。男作って家まで持ってきか。ぶっ殺してやる。やめて。どけ。話せよ。落ち着いて、ほら落ち着いて。まあ落ち着いて。やったよ。大丈夫か？うん。じゃあ、
は絶対許さねえからな。どけ。大丈夫か。はい。つくろくん、お久しぶりです。つくなち。おお、ゆうと。痛い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 。はい、これ。これパパからくれたの？そう、フランスのお土産だって。すげえ。つくろくん。よかったらご飯一緒に食べてかない？え、いいんですか？何にもないんだけど。やったやった。よし、じゃあさ、これ向こうで走らせようよ。うん、行こう行こう行こう。ほい。で、ガーッと走らせてさ。さとみさん。何？先輩ともう一度やり直すわけにはいきませんか？なんか先輩、台所とかピカピカにしちゃって。どうしてそんなことしてるかわかります？ゆうとと、さとみさんが、いつ戻ってきてもいいようにって。なんか、そういうの見てたら、俺、たまんなくって。覚えてる？良平が帰ってこなくて、私とつくのくんとゆうとの三人でよくご飯食べたよね。はい。ゆうとはよちよち歩きの頃、つくのくんのことパパだと思ってて。あなたが帰るとすごくぐずっちゃったのよ。知りませんでした。良平はほとんど優斗と会わなかったから。夜遅く帰ってきて、朝早く出かけて、土曜も日曜も仕事でほとんど家にはいなかったわ。それでも私は、私なりに自分の家族を作ろうとして一生懸命努力してきたつもりだったの。わかります。でもね、良平には別の世界があって、私の話なんか全然聞いてくれなかった。毎日のほんの些細なことだけど、すれ違ったり違うなって思ったり、そういう小さなことの積み重ねがどん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 積もっていって、気がついたらどうしようもなくなってた。ごめんね、その君にこんな話困っちゃうわね。いえ、俺、なんて言っていいかすいません。つくなち、一応やって。お、やろうやろう、やろうかねえ。あ、そうだ、これ、さとみさんのお友達の弁護士の方、何でしたっけ？小葉修理。そうそう、小葉さん。これタミちゃんに忘れ物返しといてください。修理がどうしてつくの君と？僕じゃないです、先輩と。良平と？よくわかんないんですけど、先輩と飲んでました。そう。スクラッチ、早く。お、ごめんごめん、行こう行こう。ほい。この番組は P&G、 トヨタ、 KDDI とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ごめんください。はい。あ、佐伯さんは出かけてるけど。あ、幼稚園。さあ、どうぞ。あ、いえ。あ、すぐ帰ってくるから。また来ます。はい、すぐ帰ってくるからね。はいはいはい。あ、いいから上がって。一人で飲んでたんだ、つまんなかったからちょうどよかった。飲むよね。あ、いえ、帰ります。あ、どうぞ。なりいっぱいぐらい付き合ってよね。あ、はい、これこれお土産、フランスからの、佐伯さんに渡しておいて。まあでも仕事だったんで。仕事？もしかしてエリヒト？そんなんじゃ。はあ、フランスね。で、あんた誰？あ、上川です。佐伯さんとは。ねえ、あのおじさんどう思う？どうって？
何考えてんのかさっぱり分かんないんだよね。むっつりしちゃってさ。あやね、私には優しいのよ。うん、優しい。失礼ですけど、あなたは？あ、あ、私？私さやかよろしくね。あ、待ってね。お店だとめぐって言うんだ。今度来てね。今日行こっか。私これから出るとこなのね。行こうね。同伴出勤。いや、あのちょっとこれから。あ、そう。佐伯さんとはどういう。エリートだよね。いえ。お金貸して。え、今ちょっとヤバいんだね、貸して。ガタンゴトン、曲がります。はい、カーを越えます。ガタンゴトン、ユウト、パパに会いたい？いい。ユウト、気をつけて。先生、ゆうとくんに会いたかった。バクマン。お、ゆうとくん。しんちゃん。おー、久しぶりだな。ほら、重くなったの。え、元気だったか。うん、うん、よし。え、ご飯いっぱい食べてるか。先日は失礼いたしました。いえいえ。ユウトを失ったら私、お願いします、どうか神川とユウトに関わらないでください。あの時はユウトを取り戻すのに必死で、佐伯さんにも失礼なことを言ってしまいました。そんなことを気にしないでください。でもユウト君どうですか、新しい生活に慣れましたか？やっぱり父親が恋しいみたいです。そうですか。佐伯さんや先生たちにお会いすれば少しは元気になってくれるかなと思いまして、ここに連れてきたんですが。はい。本当にくれんの？ああ、お母さんも飼っていいって。やった。でもな、ゆうとくん、餌をやったり水槽を掃除したり自分でちゃんと面倒見ないとダメだぞ。わかった。うん、じゃあ頼むよ。はい。ねえしんちゃん。うん？パパと会った？そういえばしばらく会ってないな。お父さん仕事で忙しいんだろう。パパ怒ってるよね。どうして？僕がママのところに行ったから。パパ僕のこと嫌いになってるかも。バカだな。それで元気がないのか。心配するなよ。お父さん優斗君のこと大好きなんだから。本当？本当だよ、大好きだよ。他の子は果物だけを描いているんです。でもゆうとくんは木になっているリンゴを描いているのが素敵だなって。ゆうとくんってリンゴの木を見たことがあるのかしら。フランスですか？
君のおかげで契約がうまくいってね。それで今度現地の食品会社と合弁会社を作ることになったんだ。その立ち上げを君に任せたい。そうだな、2年ぐらいは向こうに行ってもらうことになるだろうな。奥さんともよく相談してみてくれ。私の図面とは違ってるじゃないですか。あ、そういったって宿本さんの指示だから。宿本君、ごめん、ちゃんと話すべきだったんだけどなかなか言い出せなくて。とんだピエロね。私里井、私は自分の図面が認められたんだと思ってたの。でもあれは私のじゃない、あなたのだったのよ。黙っててごめん。先生の指示なんだ。先生、里美の図面通りだとかなりコストオーバーしちゃうんだ。だから僕が手を入れた。でもあれは君のものだ。聞きたくないわ。黙って手を入れたのはあの仕事を里美に決めてほしかったからなんだ。里美、俺。はい、里美、私。次の朝廷のことで話があるの。いい。うん。それじゃあ俺、明日会社来いよ。うん。遅くに来て悪かったな。どうぞ。嘘つくな、さとみ。嘘なんかついてないわよ。彼とは本当に何でもないの。何でもない人、こんな時間に部屋にあげる？友達だったらもう少し私のこと信じてよ。信じたい。だけど、さとみがどうしてそこまで離婚にこだわるのかわからないの。ご主人、あんなに譲歩してるのに。ご主人、ゆうとくんを。しおり？あなたどっちの味方なの？良平と会って一体何を話したの？なんで私に隠してたの？隠してなんかない。隠してたでしょ。里美こそ私のこと信じてないのね。信じられないわよ。いきなり良平の味方してるじゃない。味方なんかしてない。私はね。しおり、良平と何かあった？やきもち焼いてるの。バカみたい。まだ彼のことが好きならとことん話し合ったらどうなの。暴ってれないでよ。お互い信頼関係が持てないのなら仕方ないわね。里美の弁護降りるわ。久しぶりですね。あ、この間は土産届けてくれてありがとう。ああ、いえ。
佐伯さん。はい。余計なことかもしれないんですけど、いや、年齢的なことはともかく、まあ、あの男と女ですから何があっても不思議じゃないと思うんです。でも若い女の子の場合はいろいろありますから、つまり佐伯さんが思っているほど、なんつったらいいのかな、意外とほら手強かったりするじゃないですか。何の話ですか。え、わかりました。ぶっちゃけ言いますね。ああ、あの女の子はちょっと、いや遊びならいいんですけど、真剣にお付き合いするのはどうでしょうか。いや僕としては本当早く別れた方がいいと思うんです。すいません、余計なこと言いました。何がおかしいんですか。いや僕はどうしてもちょっと真剣に気になってたんですよ。分かってますよ。心配してくれてありがとう。あ、いえ。でも残念ながら彼女とはそういう関係じゃないんです。え、あ、これを見てください。はい。あの子の写真です。名前は森田沙耶香。え、じゃあこの子はもしかしたら。いや私の娘じゃない。実は女房は息子を亡くした後、医者から二人目は無理だと言われましてね。それで息子の代わりにその沙耶香って子を養子にしたいと言い出したんです。養子。私は反対しましたよ。私たちの子供はこの世にただ一人、あの子だけだ。あの子に代わる子供なんかいない。私の猛反対で彼女はそれっきりその話をしなくなった。この間女房の遺品からこれが出てきましてね。驚きましたよ。諦めきれなかったんですかね。あの沙耶香って子は両親を早く亡くして施設で育った子なんですよ。女房は20年近くも時々会いに行ったり手紙のやり取りをしたりしていたんです。そうでしたか。私もこれを見てしまったらなんだかこの子がどこでどうしているのか気になって仕方がなかったんです。この手紙を頼りにどうにか探し出したんですが、そしたら向こうから女房に線香をあげさせてくれと言ってきたんです。それでこちらへ。ええ、気が向くとやってきては仏壇に手を合わせて帰っていく。何か俺変な詮索しちゃって。いや男としては嬉しい誤解ですよ。そういえば昨日優斗君に会いました。優斗に。お母さんと幼稚園に遊びに来ましてね。ああそうですか。お父さんに会いたがってました。俺にですか。でも自分はお父さんに嫌われてるから会えないって。なんでですか。お母さんのところへ行ったことでお父さんが怒ってると思ってるんですね。優斗君が通ってる保育所の近所に
六所神社というのがあるそうですよ。毎週土曜日の午前中はその境内に散歩に行くらしい。率直に言わせてもらっていいですか？ええ。次の調停で裁判所から調停案が出ると思います。離婚は成立し、優斗君の親権は里美へという内容になるでしょう。それは認められません。そうなると上川さんは離婚裁判を起こすことになる。裁判は調停とは違います。勝つために相手を責めて優位に立とうとする。その結果お互いに残るのは相手を憎む心、恨む気持ち、修羅場だわ。見たでしょ、裁判所で。私、上川さんと里美にあんな風になってほしくないの。離婚に同意してくださいませんか？さすが弁護士ですね。でも俺は里美の弁護はさっき降りてきました。え？だから私にはこんなこと言う資格なんてないのかもしれないけど、黙ってられなかったの。あなたたちが憎しみ合って一番傷つくのは誰ですか？優斗君じゃないんですか？大好きなパパとママが憎しみ合ったら優斗君がどれだけ傷つくか考えてください。上川さん言いましたよね、優斗より大事なものなんてあるわけないって。だとしたらお願いします。これ以上優斗君を悲しませないでください。失礼します。おはよう、ゆうと。よいしょ。ほら、鳴らしてみろ。わかった。ほら、来て来て来て。あは。Thank you.
優斗。何？さっき何をお願いしてたんだよ。パパとママが仲良くなりますように。ママと仲直りした？ママと、優斗、あのね、パパママとはもう一緒に暮らさないかもしれない。そしたら優斗はママと一緒に暮らすんだ。ママと？そう。お前は男の子だから、そん時はママのそばにいてママのこと守ってやれ。できるか？うん。よし、じゃあ頼んだぞ。うん。パパ。ん？ママのこと好き？里美が落ちた？ふざけんじゃないわ！ママのそばにいて守ってあげるんだ。女としてあなたに自分を見てほしかったんじゃないかなって。どうしてもやり直すことはできませんか？妻が希望する通り離婚に応じることにします。この番組は B&G
また遊びに来てください。 KDDI 結婚は絶対しません。死ぬまで一人。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。明後日フランスに立つんだ。